次なるはバーサーカー。ええ、そうですとも。月の聖杯戦争では好き放題に暴れ回った生きる城塞、宝典画劇を携えし剛力無双の共有みこーん。元気いっぱいの反応頼もしいんですけど、驚きますね。あのですね、呂布さん、いきなり叫ぶのはやめてくださいます。忠誠を示してくれるのは嬉しいんですけど。はいはい、ストップ、もう結構です。ああ、ご主人様も驚かれたと思いますが、これがバーサーカークラスの特徴です。理性なき強戦士ですが、その実力は折り紙付き。なおかつ神明呂布宝泉ともなれば、それはもう私のスカウトなど滋賀にもかけぬと思いましたが、これこのようにあっさり帝国の将軍を引き受けてくださったのです。はい、勝ち時ありがとうございます。ダメ元でスカウトした甲斐がありました。呂布さんといえば、私がガードに徹しても一撃で瀕死にしてくれた玉も殺しの代名詞ですが、過去のことは水に流しましょう。呂布さんこそ真の忠義者です。玉も過去の経験からそういうの分かっちゃう。